あなたが駐屯兵団に行くのなら私もそうしよう。エレンは私と一緒にいないと早死にするから。サシャが放屁した音です。生きていらっしゃるのですか？少佐はどうしてわかるのですか？知りたいのです。いや、あれ、石田君？あれから勉強をしてたの。ごめんね。そんな目で見ても来ませんよ。まあまあ、そのくらいよくあることじゃん。僕に言わせりゃ有名声だよ。ムネ君、前に何かしたとか。で、システィーナ、本当に勝った方と結婚する気ですの？なんで敬語使うんですか？私後輩ですよね。一応本来の仕事ではない栄養分の運搬もおまけでやってしまってるけど。あの兵器を、あれを止めなければ、島を消滅させたのはあの兵器だ。ありがとう。最後に私たちのデータを基地にアップロードしてくれて。私の名前にサンはつけなくていい。恋人同士って憧れるから。どんなものなのか知ってるなら聞いてみたかったの。もういいだろ。私は訓練に戻るからな。いつも人の体をベタベタと。まったく、お前みたいなやつは初めてだ。あれから強い力を使うことができるようになったわ。でも仮面が外れなくなってしまったの。不便ね。